して遊ぶ？ボードゲームなら得意だけど。あ、そうだった。コマに触れない。まだ実体のチェスボードを使ってるなんて、いつの時代だと思ってるの？七死人って本当にノスタルジックというか、なんというか。こんなに広い車両があるのに、アーケードゲームの一つも置いてないなんて。いつも何して過ごしてるのか気になってきた。読書？写真撮影？お茶？人助け？そうだ、あなたがメンバーを揃えてくれれば、私がスター13歩を教えてあげる。パーティーゲームは得意なんだ。こんなに広い車両があるのに、アーケード。そうだ、あなたが。列車に来てからなぜか夢を見るようになったんじゃ。今まで夢を見たことなどなかったが、突然あちこち旅する夢を見るようになった。夢の中ですごく高くなってのう。高くなったとはそっちの意味ではない。つまりわしは空を飛んでいたのじゃ。夢の中では行きたいところに行けて自由じゃった。夢の中の自分が羨ましい。少し残念じゃったのは、まだ夢を見ていたかったのに起こされてしまったことじゃな。うむ、きっといい夢を見てみせるぞ。